こんばんは、タクチャンネルです。こちらは台湾の台北市にあります南岸チャンランクアン駅ですが、今回は MRT の文庫線に乗ってみたということで動画をお伝えいたします。 MRT は基本的に地下鉄を走らせている会社なのですが、文庫線はお台場などを走るゆりかもめといった路線と同じ新交通システムという線路とは違った専用のレールを通る鉄道となっております。まずは文庫線の概要について説明いたします。台北市にあります南岸ジャンランガン駅から同じく台北市にあります動物園駅を結ぶ全長約 25.7km、 全部で24駅の路線となっております。正確には2つの路線が合体して文庫線と呼ばれているようで、南岸ジャンランガン駅からジョンシャンゴージョン駅が寧邦線、ジョンシャンゴージョン駅から動物園駅がムーチャー線となっているようです。もともと寧邦線の方は他の MRT と同じ地下鉄としての建設が希望されていたようですが、コストや線路予定地の問題から政府側より反対意見が出て今のような形となったそうです。またムーチャー線が1996年、寧邦線が2009年の開業となっているようですが、ムーチャー線が寧邦線との直通に対応するためにシステムを変えたそうです。そしてホームには他の MRT の路線と同じように広告をメインにあと何分何秒で列車が発車するかが分かるモニターがあります。1本前の列車の発車シーンを撮っていたらもう後ろから列車が入ってきていたので入線シーンを撮れませんでしたが、車内は全部の座席がロングシートとなっております。ちなみに1本前の列車には一部進行方向または進行方向とは逆を向いた座席もあったようです。座席の上あたりに3色の LED の案内があります。ドアの上には現在地が光るようになっている路線図があります。見えますでしょうか、停車中にもう後ろから列車がやってきております。通勤ラッシュの時間帯ならわかりますが、これ乗っているの昼間です。Thank you.
请往车厢内部移动，将后背包提于手上或置于前方，并勿倚靠车门。Please move to the center of the car and hold your backpack by hand or place it in front of you. 立刻，车窗往下行来。終点の動物園駅に到着いたしました。到着した列車は一度は必ず駅の先にある車庫へ引き上げるようになっているようです。ちょうど今車庫から当駅始発の列車が入線をしております。
これは勝手なイメージかもしれませんが、新交通システムは都会の中を走るイメージなので、このように自然の風景の中に新交通システムの車両がいるのはとても面白いなと個人的に思います。動物園駅は名前の通り、駅の近くには台北動物園があります。駅構内にはいろいろな動物のイラストが飾られております。エスカレーターの付近には草も生えております。そして可愛らしいパンダのイラストもいくつかあります。動物園駅の近くにはロープウェイも通っております。というわけで、ここまで台北 MRT の文庫線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。都会、自然、山、地下、トンネル、シェルターと、ここまでバラエティ豊かな車窓を見れる新交通システムはなかなかないと思います。またソンシャン空港も通っており、そこから台北市内へのアクセスも結構いいと思いますので、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。